じゃあ、じゃあ、さあ今回ちょっとお宝持ってきました。おお、今日何プレゼント企画ですか。プレゼント企画持ってきたわけじゃない。お宝持ってきてもらいました。はい、こちらでございます。こちら高木豊ファーストミット。これはね、これ結構貴重ですよね。はい、貴重だけどさ、はい、なんで俺がファーストミットあると思う。それはだから名前入りだと思う。はい。だから、ね、あれですね、でもやっぱセカンドのイメージが強いんで、そうでしょ、セカンドのグラブがないわけよ、はい、なんで ファーストミットくれっていうやつは俺にはいないよね。そうですね、やった印象がないでしょ。そうですね、そうですね、やっ最後こう、はい、たらい回しにされて、うん、ファーストミットこれローリングスさんのファーストミットをやっぱり使ってて、内野の時もあれですよね、ローリングス使ってみたいな。いや、ローリングスしか俺使ったことない、はい、あ、ミットはそうですね。なるほど、ミットとグラブ全部グラブ、はい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 、おー、やっぱ使いやすい、まあ、使いやすいっていうか、こう憧れあったな、はい、やっぱ革が良かった、ね、このあ、そうなんですね。こう、形がちょっと帽子忘れてるぞ。そうですね、帽子忘れてるじゃん。びっくりするじゃないですか。それはローリングスさんじゃないですか、ね、それはローリングス違うんです。それは1枚の、いやいや、これあの、はい、なんでかっていうと、ローリングスって最初形っていうのがさ、あんまり決まってないわけよ、はい、で自分の形に仕上げていける楽しみがある、はい、だからあの他のメーカーさんはだいたい形が決まってて、その形が崩れていかないんだよ。でもローリングスっていうのは昔の形がなくて自分の形に合わせていける。あ、もう自分の色付けしやすいというか、こう自分の色に染まってしまうという、染まって、それがいいってことですね。自分の色に染めたい、でも自分の色に染めたいわけ。これをじゃあ、うん、抽選で1名様、1名様の方にあげねえよ、あげねえから。これはいるっていう人はいないんだろうね、はい。あ、貴重ですよね、これは。いや、貴重ですよ、逆に。まあ、あまり守ってないし、はい、名前入りだから、ね、名前入りですよ、高木豊って入ってますよ、はい、なんとかこのローリングスさんにもう一度お願いして、うん、はい、作ってもらいましょう。作ってもらいましょうっていうかさ、はい、あれ？あるわけよ。いや、あれ？あれ？野球チームのさ、はいはい、YouTuber の仲間と、はい、やることになって、あ、なるほど、そしたらこう協力してくれたわけ、ローリングさん、ローリングさん、はいはい、まあこれな、これは公式で、これ軟式なんだけどさ、軟式ですもんね。どうすか、やっぱなんか肩がしっかりしてるね、あ、やっぱり、はいはい、だからこれより全然あの使いやすそうだな感じはするけど、はい、あ、でも俺これ注文して作ってもらってんな、これちょっと深く作ってって言ったよな、あ、でこれは意外に浅いもん、このグラブ。でもなんかやっぱグラブの匂いって落ち着くな。いやー、わかりますよ、ね、でもいいっすよ、嗅いで、まあ、一応匂いヘチっていうこともあるけどさ。あ、そうなんですか、初めて知りました。初めて知りました。大体香水振るから。あ、そうなんすか。ジョン・マロンがいいんだよ。ジョン・マロン、ジョン・マロン、それ何ですか、ジョン・マロンって。知らない、知らないですか、ジョン・マロン、香水、香水の。いや、それは知らないですよ、なんか高級スイーツみたいな、ジョン・マロン、高級でしょ、絶対、まあ、高級っちゃ、まあ大体そんな感じだよ、あの値段は、はい、値段はそんなに変わらない。ちょっと待って、グローブどんどん出てくるじゃないですか。いや、もう協力的でさ、すごいですね。じゃあうちのを使ってくださいって。いや、なるほど、俺は、はい、あのローリングスと、はい、あの現役時代契約してたからね。ああ、なるほど、まあ、そのつながりでね。なるほど、じゃあもうその時のつながりがあって、じゃあお前がやるんだったら協力しようというようなことでグラブいただいたの。うわー、ありがたいですね、これはファーストミットで、で、はい、今はめてるのはこれピッチャー用ですよね、これはね、これ俺ショートでも使いたいぐらいの感じ。え、ピッチャーじゃないですか、ピッチャーじゃないですか、それは、はい、ファーストで、これは何なんだよ、これも。これガイア。何ですか、言うよ。あ、ガイアダメだ。これはガイアっすね。ガイアちょっとダメだぞ。ダメはちょっと。何があれですか、ちなみに。いや、これがさ、はい、ちょっと反ってるんだよ。あ、この内側に。はいはい。逆になんないとさ。ああ。それ使い込んでいく。まあ、でも使い込んでいくと良くなると思う。なるほど。これが好きだったんだよ、この。これ網の。なんかいろいろありますよね、シール。ガイアでもこういうの使ってた。はい、あ、そうなんですか。へー、あれ、こういうのってなんかあるんですかね、人に、なんかそれはもう好みなんですか、ここに関して。選べる、あの、なんか別にその守備に影響するとか全く。いや、もうね、女性の好みとよく似てる。あ、この、ここの部分は、もうね、ここの部分は死角から入るわけよ。なるほど、これいいんじゃないかみたいな。
て性格どうなんだみたいな。こうはめてみて、はめてみて、ああこうやってダメじゃねえ、ダメじゃねえかとか。いや、いろいろあるわけ。なるほどなるほど。まあ、だから女性のように扱ってるってことですか。あ、そうでもそういうことですか。いや、だからこう、あ、これいいな。おお。これ内野ですよ。これ内野じゃないですか。大きさ的にも肌感もいいぞみたいな。ちょっと肌に当ててみちゃっちゃう。そうだね、あるある。こう、これはいいね。それこれ、やっぱいいっすね。内野臭を見えますね、豊さん、すごい。体も小さいじゃん。そうっすね。じゃね、フォローしよう。いや、でもしっくり、しっくり。あ、やっぱ来ますね。これいいね。これは俺の。え、あ、あれですか。もうこれは豊さんの。肌感もいいっすから。じゃ、フィーリングバッチリっすね。フィーリングバッチリ。でも相手が俺のことを気に入ってくれるから、まあそう、あとやっぱ付き合ってって、そうだね、それはある。意固地になる時あるから、なんでこうなんないのってあるんだよ、やっぱクラブその時のやっぱありますか。いや、あるあるある。これ見た目もいい、なんか形もいい、肌感、艶感もいいなとかいう話だけど、これは相性いいなと思っても使いながら、まあ言うこと聞かないやつがいるんだよ。わーい、中にもなんでもうちょっとこここうなってくんないのっていうのがあるんだよ。ああ、じゃあそれはもう女性と一緒。はい、だから今まで俺現役の中で2つだけだったんですか。あ、これはいいなって思った。だから俺浮気症じゃないわけよ。大体使うわけよ、それをずーっと。あ、それグラフを、うん、もう愛して使う。へえ、それ1年だけとかじゃなくて。いやいやいや、ずっと使うんですよ。だって俺14年間やって内野手のグラブは2つしか使ってない。え、そうなんですか。すごいっす。あ、それすごいっすわ。すごいでしょ。はい、逆に野手はそんな変えないもんなんですかね。まあピッチャーは毎年変えるかもしれないですけど、はい、野手内野手は変えないんじゃない。あ、まあまあ、そ、内野手は変えるやつもいるけど、はいはい、でも俺は変えなかった。おお、でもそっか、もうずっともうやっぱ馴染んだやつの方がもうパートナー。そうですよね。はい、でも野手、はい、これ内野手用で、あ、出ました、キャッチャー、キャッチャーミット。わからないけど、これた、これなんかもう使ってんだ、だいぶ。そうこれ、下通りなんかもう使ってんすよ。持ってくるまでに使わないよ、お前。なんか馴染んでる。こんなになってるからじゃないだろ。また下手くそなやつが使ったわ、これ。この辺なんか。ちょっと油さしなさいよ。もうスタッフさんがもう言ってんじゃないですか、これ。これガンガン使ってますよ、これ。皮っていうのはさ、はい、もう女性の肌と一緒でさ、化粧水塗るぐらいじゃないと、大事に。しっかり。手入れをやっぱり保水液とかさ、つけるぐらいの感じじゃないとダメ。その代わりが油なんだ。でもこれ谷繁に見せたら、はい、これダメだなっていう。あ、いいです。谷繁のミットはやっぱね、よくできてた。でもあいつのは使えるキャッチャーが少ないらしい。え、難しいらしい。でもそういう感覚わかんないでしょ。わかんないっすよ。わかんないっすね。今度谷繁来るから聞いてみ。あ、マジっすか。来るから。やった。あの業者も言ってたけど。ミットが違うらしいんだよ。で、楽しげに憧れるでしょ、はいはい、で、若い選手が谷繁さんのミットをお願いしますって若い子がに渡すじゃない、はい、使えないらしいよ、難しくて。へぇー、何なんですかね。谷繁さん使いこなせないみたいなことなんですか。谷繁しか使いこなせない。えぇ、やっぱそのぐらい独特だったっていう。ここら辺が薄くた、薄いとかさ。ああ、谷繁さんもそれ用にちゃんと作ってもらってる。自分がこうアレンジしながら作っていって、そこに、ね、行き着いたわけよ。でもそれ行き着いた先は誰も使えなかった。それ持ってきてもらえたりしてたらいいですか。ちなみに実際谷繁さんいらっしゃる。なんか贅沢だな。いや、俺キャスティングする。いや、違うんです。道具は持ってこられて俺が言うの。違うんです。せっかくだったらっていう話ですよ。もう可能ですかっていう。はい、持ってこいとは言ってないです、僕だったら。まあでもこれはまあグラブ揃ったから野球やるしかないから。ああ、やっぱりそうですね。まあ本当に、はい、え、大丈夫ですか。5個しかないじゃないですか。まだあるんですか。ちゃんとあるんですか。外野手をこれで一通りあれですもんね。ポジションは、まあまあポジション用で分かるって。いや、これはね、俺あのピッチャー用ってあれしてるけど、はい、でもこれ現代のグラブに似てる。でもここ指カバーあるんで、これピッチャーですよ、ね。いやいや、でもタッチするときにさ、指守るために野手もつけるときあるんで。これまずなんでついたか知ってるか、ピッチャーに。それは多分ですけど、ピッチャーが投げるときに癖が出ちゃうときじゃないですか。ピンポン、ここに。ここはあんまりボケるよな、普通。こうやって構えて、まっすぐのときはこうやって立つやつがいる。立つとか、こうやって曲がるとか、やつがいるんだよ。いや、だから指サック。そういうことなんですね。
これであの、はい、恥かくわけにいかんから、ね、そうですね、せっかく本当にありがたいですね、もうチーム作るんですね。これいいグラブ揃えてくれたよ、もう、はい、ありがとうございます。で、色とりどりで、はい、そうですね、色ももうちょうどカラーリングこうなってる、はいはい、間に挟んで、はい、で、野球もあの動画に載せていくからね。あ、そうですね、やった時はそれは、はい、俺が指導してる、お、ね、おそらく、はい、あのマネージャーもそのうちあのドラミちゃんの褒めかぶってくると思います。ドラミちゃんの褒めかぶってくるよくわからないマネージャー、はいはい、やっぱマネージャー花だから、いやそう元気で間違いないですね、頑張ろうとなりますからね、はい、やっぱりいや、まあおいおいね、はい、そういう動画も載せていきます。そうですね、よろしくお願いします。ありがとうございます。ローリングさんありがとうございます。